おはようございます。你好、おはよう、大家好、おはようございます。今朝の7時です。いきなりピンポンピンポンってなってガガガガガガって起こされて、朝から、PCR になります。なんか最後の PCR は朝一なんですね。てっきり昼過ぎやと思ってたら PCR で、っていう感じでちょっとびっくりなんですけど、ちょっとね、最後の PCR ということなんで、待ちたいと思います。最後の日は鼻2回、あの2つの鼻ならからきつこれまして、はい、PCR 検査無事終わりました。今日はですね、8月の25日です。で、今日が第14日目になります。そして、まあ、14日間の隔離が終わった、後が、まあ、明日の、夜の7時に、ここを無事、まあ、解放という形になるんですが、到着した、入国した時間で、その、解放する、その隔離が終わる時間が決まるということなんで、僕は夜の7時に入国だったんで、夜の7時にここを、出れるということになってます。まあ、隔離ね、本当、まあ、振り返ってみればあっという間でしたね。はい。一日一日結構濃い時間を過ごしたかなっていう感じはします。やっぱり大事なのは習慣的に、習慣化して、やることによって、まあ有意義な時間を過ごせるかなっていうふうに思いました。あと、ね、ちょっとお伝えし忘れてたことがあって、洗濯とか、あとはこのシーツとか、タオルとかそういうことなんですけど、この滞在中はですね、もう一回入ったらシーツの交換とかタオルの交換とかはないです。なので、まあ、服に関しては多めに服を持ってきとけば大丈夫ですけど、シーツとかはね、交換はないです。で、タオルもないので、タオルはね、その、結構このホテルのタオルとか分厚いじゃないですか。なので、旅行用の、一回きりの紙タオルみたいなのがあるんですよ。あれは結構おすすめです。僕も使うんですけど、こういう一回きりの圧縮タオルみたいなのがあるんですよ。これ僕中国で買ってますけど、日本でも絶対売ってるんで、こういう圧縮タオルを使うことによって、まあ、洗わずに済むので、まあ、もう使ったら捨てるみたいな感じ で。しかもこの使った後なんかこう、台拭いたりとか、床拭いたりとかもできるんで、まあそういうのがあると便利かもしれないですね。はい。もうシーツに関しては仕方ないです。そういう形で、第14日目、過ごしていきたいと。思います。はい。本日、ただいまですね。夜の12時半です。そして、ようやく、8月26日、14日間の隔離が終わる日になりました。今日はですね、最後の日ということで、ちょっと夜更かししたいと思います。まあ、率直な今日はですね、まあ、あ、これで隔離終わるのかっていう嬉しい反面、ちょっとこう寂しい気持ちもあるんですよね。あ、これで隔離終わりかみたいな。なんかあるんですよ。なんかね、あるんですよね、そういう気持ちが。まあちょっともう今日ね、隔離最後なんで、まあ午前ね、
PCR 終わった後にいろいろ手術のこととか言ったんですけど、まあ質問のコメントいただいてて、まだ答えれてなかった部分もあるので、ちょっと今補足をしておくと、トイレットペーパーとかね、ティッシュとか、そういうのは、交換してもらいます。交換してもらえるっていうか、持ってきてもらいますね。フロントに電話して持ってきてくださいって言ったら、持ってきてもらいます。水はどうかな？ちょっと今聞いてみますね、水。那个水、矿泉水是你们免费送的吗？あ、好的、好的。やっぱね、水は日本無料でついてて、で、3本目買う、3本目は買わないといけないみたいです。1本3元かな。まあ50円ぐらいですけど、はい。まあ買わないといけないっていう。あとはね、いろんな方も、いろんなところ、上海とか、あとは、青島の方とかで、こう、隔離されてる、そういう情報を、ちょっともらったりとか、自分で見たりすると、まあ、大体一緒かなって感じですね。で、このチャンネルの、視聴者の方からいただいた、まあ、画像がこちらなんですけど、まあ、こんな感じで、大体、ここは青島って言ったはったかな。ここ、南京です。南京市の。はい、ホテルだそうです。はい。まあ、という形でね、14日の、隔離が終わりましたが、まあ、このようにですね、ちょっと毎日ブログも撮ってたし、まあ、本当有意義な時間を過ごせたかなと思います。はい。まあ、僕のこのブログがね、もし今後、中国に来る方のお役に立てば幸いです。さあ、そして今日はね、ちょっと夜食としてこちら食べたいと思います。じゃん。こちらはですね、インスタントの火鍋です。こんなんあるんですよ。で、これ上海の友達が送ってきてくれたんですけど、1個食べたんですけどね、あと2つあって、で、今日トランク整理してたら、これ結構でかいんでちょっと入らんなと思って、これをね、最終日の夜にちょっといただこうと思って、今からいただきたいと思います。さあ、じゃあこれね、ちょっと作っていきましょうか。もうこれ中を開けるとですね、このように、これは野菜が入っている袋ですね。で、なんと9ヶ月持つみたいです。はい。ここにね、タケノコ、キクラゲ、ジャガイモ、わかめ、レンコン。で、食塩水、食品添加物って入ってて、ますね。まあでもこれは必ず茹でてくださいっていうふうに、茹でてから食べれるっていう感じですね。うん。あ、そして、これは、フェンティアオか。酸辣粉とか、そういうのによく使われるこの麺ですよね。ちょっと半透明の麺です。そして、中には、お箸と、そして、火鍋の素。そして、これがね、カイロですよね。これめちゃくちゃ熱くなるんですよ。100度ぐらいいくんじゃないですか、これ。まあ、これで言ったら、もう言ったら沸騰させるわけなんで、100度ぐらいいきます。あ、これが、そっか、鍋か。で、これがなんか、内鍋みたいな感じで、ここで茹でるみたいな感じですね。作っていきたいと思います。さあ、食用方法、ここに書いてます。フゴディリア。さあ。これをね、入れていきたいと思います。こんな感じ。お野菜を入れていきましょう。お野菜をね、お野菜入れました。こんな感じ。まあ入ってますね、そのまま。はい、この麺こんな感じですね。これを平らにしてくださいっていうことなので、ちょっと平らにしたいと思います。はい、このような形でまっすぐなりました。そしてここにね、水を入れるんですけど、でもね、お湯の方が美味しいらしいんですよ。で、ちょっとさっきお湯沸かしたので、お湯をね、ちょっと入れたいと思います。
湯をね、このように入れました。この回路、この回路がね、凄まじくて、すごいんですよ、これ。で、ここに、もう水を入れたらね、まあ、こんな感じでセットしてですね、この回路が浸かるか浸からないかぐらいまで水を入れてすぐこれをかぶせないと、すぐもうグズ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 言っちゃうんで、これ。じゃあちょっと水入れていきます。はい、OK。そしてすぐにこれを入れると。はい、OK です。来た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 。ほら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 。すごいっしょ、これ。すごい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 ことになってる。よし。で、ここに蓋をします。はい、蓋をして OK。 15分、これで、15分待ちたいと思います。はい、15分経ちました。じゃあ早速ね、どんな感じか見ていきたいと思います。お、お、いい匂い。じゃん。あちゃ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 。熱い。じゃんじゃじゃーん。結構美味しく出来上がってないですか？さあ、このね、中の方はどうなってるか。お、うん。こんな感じで。まあ、なんかちょっと火鍋っぽい感じになってますよね。これね。では早速こちらいただきたいと思います。で、これキクラゲね。いただきます。うん。野菜美味しい。野菜美味しいですね。で、わかめね。わかめ、いただきます。前作った時よりは美味しくできてる。前作った時ね、すごい薄味やったんですよ。なんか多分水を入れすぎたか、ここに入れるのをお湯じゃなくて水で入れたからかな。うん。レンコン、いただきます。あ、うん。今回は味がよく染みてる。うん。前回はね、なんか味が染みてない感じしたんですよね。あ、わかめもこんなやって長い。うん。あ。美味しい。うん。このタケノコも美味しいですよ。うん。まあ、正直ね、その本場の火鍋と比較するとダメですよ。言ったらラーメンとカップラーメンを比較してるようなもんですから。でも、そう考えたら、美味しい。なくはないって感じですね。なんかこう、火鍋を楽しめるっていうような、火鍋風味を楽しめるっていうような感じ。で、まあこう、割と本格的で。これどうですかね？日本に売ってんのかな？売ってたらね、ぜひ、皆さんもチャレンジしてほしいんですけど。一応こちらはですね、重慶さんなんですよ。はい。重慶さんの、こういう、インスタント火鍋でございます。はい。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。美味しかった。案外ね、最後の方とか、普通に美味しかったっす。まあ、こんな感じで、全部、完食しました。はい。まあ、ということで、今日は、隔離最後の夜ということで、ちょっと夜食も食べて、リラックスして、明日、解放と、いう形になるので、まあ今日はゆっくりしたいと思います。皆さん、隔離中応援本当にありがとうございました。まあ明日でね、まあ隔離終了なので、重慶に戻ったら、また引き続き重慶のいろんな動画、撮っていきたいと思います。またね、いろんな企画とかも考えてますので、重慶の動画、
ぜひ楽しみにしてください。それでは、今日はこの辺にしたいと思います。皆さん最後によかったらグッドボタンよろしくお願いします。それでは、再见。